フラナン諸島の一地図東大フラナン諸島は、スコットランド、アウターヘブリディーズ諸島に属する小さな島群。ルイス島のおよそ3 2トル西方にある、7世紀のキリスト教聖職者姓、フラナンにちなんで名付けられた。中世には、7人の漁師たちという通称で呼ばれていた。かつては、教会が建てられたが、バイキングの信仰、その他の島々から隔絶されていることで、 人口は減少した。1971年の東大機械化以降、無人島となっている。1900年には、アイリーンモア島の3カ所ある灯台の灯台、守ルたちが何の痕跡もなく失踪するという事件が起きている。1899年12月、フラナン諸島最大の島、アイリーンモア島に灯台が建造された。アイリーンモア島には侵入者を歓迎しない妖精が、 いるという伝説が古くから語り継がれてきたが、この付近の海は難所として知られており、付近を航行する船の安全を確保するのが目的だった。その灯台には3人の男、ジェームズ・デュカット、ドナルド・マッカーサー、トマス・マーシャルが灯台守るとして常駐していた。しかし、1900年12月15日、ヘブリディーズ諸島の沖を航行していた貨物船、 アーチャー号が船の向きを変えようとして、現在位置を確かめるべく、アイリーン・モア・灯台の光を探したが、奇妙なことに光は、どこにも見当たらず、応答もなかった。それから10日余り経った12月26日、定期的に食料等を補給していた、ヘスペラス号が島に到着。船長のジム・ハービーは、汽笛と大砲の音で灯台に呼びかけてみたが、何の応答もなかった。 船員たちが調査のためボートに乗って灯台に向かったところ、灯台の中はきちんと整っており、灯台のランプにも何の異常もなく、いつもの灯台の光景である。しかし、そこからは三人の灯台主の姿だけがなくなっていたのである。その後の調査の結果、塔の西側に暴風雨の跡があること、岩の割れ目に常備してあった道具箱が見当たらないこと、 そしてデュカットとマーシャルのオイルス菌がなくなっているということが明らかになったため、デュカットとマーシャルが暴風雨の中、道具箱を使っての作業中に誤って海に投げ出されたように思えた。しかし、なぜマッカーザーまでいなくなったのか、なぜ彼のオイルス菌だけが残されたままなのかという謎が残った。三人のうちの誰かが足を滑らせて取っ手から落ち、 彼を助けるために残る二人も海に飛び込み、死んでしまったとも考えられたが、特定にはロープやライフベルトも残されていた。また、三人のうちの誰かが正気を失って、他の二人を殺し、自分も海に飛び込んで死んだのではないかと、失踪について諸説あるが、真相は謎のままである。2018年、ジェラルド・バトラー主演で、バニシングとして映画化された。 フラナン諸島東大フラナン諸島で何か異常があったという最初の記録は1900年12月15日フィラデルフィア発リース行きの航路上にある汽船アークターが悪天候の状況で投下が作動していないことを公開日誌に記録した時であった1900年12月18日にその船がリースでドックに入れられた時目撃は北方東大委員会に回された 交代戦権東大級次戦、ヘスパースは悪天候のために12月20日に計画されたようにルイスト・ブレスクレットから出港できなかった。それは12月26日正午にようやくその島に到着した。ショアステーションはフラッツに改装されている。東大には男3人が配置されていたジェームズ・デュカット、トマス・マーシャル及びウィリアム・マッカーサー。 そして交代の4人目の男が騎士で時間を過ごしていた。乗組員兼交代東大員が到着すると、旗竿には旗がなく、通常の準備箱はすべて補充のために浮き桟橋に残されていて、さらに不吉なことに彼らを騎士で迎えるはずの東大員らは一人もいなかった。ヘスパースの船長ジム・ハービーは船の警笛を推明し、火炎信号を放つことによって、 彼らに連絡を取ろうとしたが、しかし、不守備であった。ボート一隻が水面に下ろされ、交代等大員、ジョセフ・ムーアが一人で上陸させられた。校内への入り口の門と正面玄関の両方が閉ざされていて、ベッド複数は整えられておらず、クロック時計が止まっていた。彼はこの君悪い知らせを持って、浮き桟橋に戻った後、ヘスパースの二等航海士及び船員と一緒に、 灯台に戻った。さらに調査すると、ランプ複数は掃除され補充されていることが分かった。オイルスキン1セットが見つかり、これは、灯台員のうち1人が、オイルスキンなしで灯台を立ち去ったことを示唆した。灯台の中にも島のどこにも、灯台員の気配はなかった。ムーアと志願船員3人が10日を世話するために島に残され、ヘスパースはリースに戻った。 船長ハービーは次のような1900年12月26日付の北方島大局宛ての電報を送ったフラナン諸島で恐ろしい事故が起こっている。デュカット、マーシャル、予備員の東大員3人が島から姿を消した。クロック時計複数が止まり、他の兆候は事故が約1週間前に起こったに違いないことを示していた。かわいそうに彼らは崖から吹き飛ばされたか。 クレーンを確保しようとして溺死したに違いない。アイリーンモールでは男らは島の隅々を駆け巡って東大院らの運命の手がかりを探した。東の上陸場ではすべてが無傷なままであったが西の上陸場は最近の嵐によって引き起こされた損害のかなりの証拠を提供していた。海抜十三メートルの箱は壊れていて内容物が散らばっていた。 鉄の手すりが曲がり、小道のそばの鉄の鉄道がコンクリートからもぎ取られ、重さ一本町の岩が押しのけられていた。海抜60メートル超の崖の上で、芝生は崖の端から10メートルまで引き剥がされていた。1900年12月29日に、北方東大委員会の最高責任者、ロバートミュアヘッドが到着し、事件の公式調査を実施した。ミュアヘッドは当初、 行方不明の男三人全員を採用していたし、彼らを個人的に知っていた。彼は灯台に残された衣服を調べ、デュカットとマーシャルは、西の上陸上に降りていった。マッカーサーは上着を脱いで、大雨の中灯台を立ち去った、と結論づけた。彼は、誰であれ、最後に世話されぬまま10日を離れた者は、NLB 規則に違反している、と述べた。彼はまた、 西の上陸場への損害のいくつかは実際に見ない限り信じがたいと述べた。私が入手できた証拠から納得したのは男らは12月15日土曜日夕食時まで勤務していたこと、軽流ロープや雪岩ロープなどが保管されている箱を確保するために不り、それは海抜約110フィートの岩の隙間に固定されていた特大の海が 岩の表面を駆け上がり、彼らよりも高く生き、そして巨大な力でおり、彼らを完全に一掃した、ということである。アバブシーレベル、アンドザットアンエクストララージシーハドラーシュト、アップザフェイスオブザロック、ハドゴーンアバブゼム、アンドカミングダウンウィズインメンセフォース、ハドスウェプトゼムコンプリートリーアウェイ。この説明が失われた、東大院らの家族に慰めをもたらしたかどうかは、不明である。 遺体は一体も発見されなかったが、しかし新聞や定期観光物に魅了された国民的憶測をもたらす不思議な光景がいくつかあった。信じられない話が続いた。例えば、大海蛇が男たちを連れ去っていた。彼らは船が彼らを連れ去って新しい生活を始めるように手配していた。彼らは外国のスパイラによって誘拐されていた。 あるいは幽霊で、一杯のボートの悪意のある存在を通して、最後を遂げた。十年長の地に、これら事件は記念され、詳細に説明されていた。ウィルフレッドウィルソン・リブソンによる1912年のバラット、フラナン・アイルは誤って、椅子がひっくり返り、テーブルの上に食べられていない食事が置かれていることを、指し、東大院らが突然邪魔されたことを示している。それでも、 僕たちが押し寄せて、ドアを通ったとき、見えたのはただ夕食のテーブルが広がり、肉、チーズ、そしてパン。しかし、すべて手つかず。そこには誰もいない、まるで彼らが食べようと腰を下ろしたとき、味わうよりも先に、警報が来て、彼らは急いで立ち上がり、パンと肉を残し、テーブルの頭では椅子が床に倒れていた。しかしながら、交代等大員。 ムーアの直接の報告の中で、彼は次のように述べている、台所用品はすべてとても綺麗であった。これは、彼らが立ち去ったのが、夕食後しばらくであったに違いないことを示している。字が立つにつれて、日誌の異常な記入の存在についての話が展開してきた。それらは、マーシャルに12月12日に、私が以前20年間に見たことがないような、 激しい風があったと言わせているとされている。彼はまた、デュキャットが、とても静かで、ドナルド・マッカーサーが泣いていた、と報告したと言われている。マッカーサーは想像し口論をする評判のある、古参の船員だったし、各種と彼が嵐に反応して泣いているのは奇妙で、あろう。12月13日の日式にュるには、嵐がまだ荒れ狂っている、男3人全員が祈っていた。 と述べていると言われた。これもまた、男3人全員が経験ある、東大管理員であり、海抜150フィートの安全な構造の中にいて、内部で安全であることを知っていたために、困惑させた。さらにまた、12月12日、13日、14日には、この地域で、嵐は報告されていなかった。最後の日式入は12月15日になされ、嵐は終わり、 海はないでいる。神はすべてを超えていると述べられていると言われている。フラナン諸島の最西端、アリアンエーゴバと、ローリム、遠くにブロナクレット。その後の研究者らは、島の地理を考慮に入れた。アイリーンモールの海岸線は、入り江と呼ばれる狭い峡谷で深くへこんでいる。そのような入り江の中に位置する西の上陸上は、洞窟で終わっている。航海あるいは、嵐では、 海水がその洞窟の中に突入し、その後かなりの力で再び爆発するものである。マッカーサーに島に接近する一連の大波を見えたかもしれず、同僚らへの危険の可能性を知って、激しいうにりで同様に洗い流されるように彼らに警告するために駆け下りました。ジェームズ・ラブによる最近の調査では、以前マーシャルが巨大な強風の中危機が流された時後、 シリングの罰金が課せられていたことが発見された。彼とデューカットは別の罰金を回避しようとして、嵐の最中に危機を確保しようとし、その結果流されたということはありそうである。マッカーサーの運命は、東大に人を配置するために後に残らねばならなかったけれども、同じであると推測できる。ラブは、マッカーサーは10中89同僚らに警告しようとしあるいは助けようとし、 流されたと推測している。この説には屋内に残っているオイルスキンのセットとペグに残っているマッカーサーのコートを説明するという利点もあるが、ひょっとして閉じていたドアとゲートはそうではないかもしれない。別の説は1953年から1957年までフラナン諸島の東大院であったウォルター・アルデバーとの直接の経験に基づいている。彼は一人の男が 海中に流されたかもしれないが、しかし、仲間らは彼を救おうとして、より多くの一発大波によって流された、と信じていた。さらなる提案は、東大院らの心理に基づいている。伝えられるところでは、マッカーサーは激しやすい人物であった。これが、ウェストランディングのすぐそばの崖の橋の近くでの戦いに、繋がったかもしれず、そのために三人全員が落ちて死亡した。 別の説は、男のうち一人が発狂し、他の二人を暴殺し、遺体を海に投げ込み、その後自ら飛び込んで死亡したというものである。ありがとうございます。